こんにちは、コストコガイドの浜美です。私はコストコが大好きすぎてウェブメディアでコストコ専門ライターをしています。今回は2021年1月8日金曜日にコストコで購入した商品をご紹介します。新年明けて初めてのコストコ始めです。今回は10時前の到着で店内はだいぶ落ち着いていました。私的に1月の年明け後の平日は1年の中でも毎年結構落ち着いているという印象があります。ただ週末限定の割引などまた設定されていると混雑変わってくるとは思います。そして今年は例年と状況が違うのでちょっと状況が読めないかなと思います。一日も早く混雑イエーイみたいに楽しくお買い物できる状態になるといいなと思います。では購入品をご紹介していきます。まずリピ買い品からざっくりご紹介しますね。まずはじめにご紹介するのは北海道産玉ねぎ 5kg 割引価格で658円、メルマガにて割引告知のあった商品です。自宅の在庫がゼロとなり早急に必要となり購入しました。コストコの玉ねぎは1個サイズがとっても大きいんですよね。迫力あります。少し使いたい時には少々不便なのですが、カレーなどドカンと使いたい時には玉ねぎの皮を何個も剥かずに済むので助かります。コスパとしては以前購入した時に全計測してスーパーの特売価格と徹底比較検証しています。地域やタイミングで差はあると思いますが、私的に今回の価格ならスーパー特売品といい勝負かなというふうに思い購入しました。欲を言うと598円を切ってくれば確実にコストコの方が勝つと思います。詳しい検証内容はブログに記事にしていますので、概要欄に URL を添付しておきますね。続きまして、宮崎県産ピーマン 500g 198円、1袋に12個入っていたので1個あたりの単価は税込みで 16.5 円です。在庫の関係かお得になっていました。お得に買えて助かります。続きまして、卵20個入り228円、最近は300円を超えていることが多かったのですが、今回なんと200円台に。ただ賞味期限が近い関係もあってお得になっていたのかと思います。今回購入日から2から4日ほどの期限が多かったです。期限が近いですが、このサイズで10個あたり税込み114円は大変お得と思い購入してきました。近いうちにオムライスなど卵祭りを開催したいと思います。続きまして、宮崎県産きゅうり298円、冬は高騰しやすいきゅうりですが、8本で298円でした。1本あたりは約 37.3 円です。こちらも在庫の関係かお得になっていて大変助かります。続きまして、長野県産カットしめじ 500g 298円。通常価格は399円ほどです。石突き処理済みで使い勝手も良いので300円を切ると迷わず購入しています。冷凍しそのままお料理に使えるので大変便利です。続きまして、オーガニックバナナ 1.3kg 298円、一般的なバナナよりお高めですが、オーガニックバナナ界の相場では破格のお得さだと思います。通常価格は328円なので安くなっていると思わず2袋買ってしまう商品です。朝にバナナやリンゴ、レモンや粉末青汁、お水などを混ぜてスムージーで飲むことが多いので、量があっても割とうまく消費できています。子供の栄養補給にもスムージーはおすすめです。そして今回、本数が少ないものと多いもの、どちらが食べる部分が多くてお得なのかということを検証すべく、あえて本数に差があるものを選んできました。今全部剥いちゃうとバナナ天国になってしまうので、1日1、2本ずつ計測しながら地道に食べていきたいと思います。結果は Twitter やインスタなどでご報告予定です。お楽しみに。続きまして、ラブクランチ 907g 280円オフで1008円、
我が家のお気に入りの商品です。パッケージもちょっと女子力高めでなんだかワクワクしちゃいますね。いちごだったり透明な見えてる部分がハートの小窓だったりするんですよね。しかし一般的なクランチ相場というかのシリアル相場にしては高級価格帯なので通常価格では買えずずっと割引タイミングを待っていました。割引されても高級価格ではありますが、実はこちらオーガニック素材なので品質に対する価格としてはお得かなと思います。原材料はこちらになります。全て有機のオンパレードで、おしゃれ女子が気になる大紬や亜麻仁、ココナッツ、乾燥したいちごやラズベリーなどの原料が入っています。香料や酸化防止剤は入っていますが、こちらアメリカのオーガニックマークがついているこだわりの商品になります。そして上はジッパー付きの袋になっているので保存にも便利です。ちょっと開封してみますね。おー、こんにちはと、おー、たっぷり入ってます。久しぶりのご対面です。ちょっと出してみますね。よいしょ。はい、こちらが出してみた感じになります。大紬を中心にちょっと塊みたいなので結構ゴロゴロっと入っていまして、そしてこちらにいちごのドライいちごだったりとかドライラズベリーが入ってますね。あとですね、こういった感じでチョコレートの塊、チョコチップというよりは砕いたものというか結構四角いものが多いんですけど、そのチョコレートが入った商品になります。我が家ではこちらに牛乳や豆乳をかけて食べることが多いです。では早速かけて食べてみますね。よいしょ。いただきます。ちょっと食べてみます。久しぶりです。雑穀系の健康的な味わいでありつつ、ゴロッと入ったチョコでおやつ的な要素も加わり、さらにドライイチゴやドライラズベリーでほんのりと酸味があります。一般的なシリアルより雑穀系で健康食レベルがちょっと強いので、正直好みは分かれそうな印象です。でもチョコやドライベリーなどのおかげで健康食品の中にもちょっと遊び要素が入っていて、程よい具合に食べやすいんじゃないかなと思います。健康系シリアルが好きな方やシンプルな雑穀シリアルでは少し食べづらいというような方におすすめです。続きまして、ローカーパーティーボックス300円オフで1168円。私はローカーのウエハースが大好きで、割引タイミングでよくリピ買いしているのですが、こちらはウエハース以外のお菓子も入っているタイプです。割引をしていたので思わず購入しちゃいました。裏面を見てみると、どうやら12種類のお菓子が入っているようです。こちらの下2つの方は以前購入したことのあるウエハースのアソートパックに入っていますね。開封して全種類ご紹介したかったのですが、今回時間の都合で後日ブログやインスタで詳細をレビューしたいと思います。こちらの食べたことがあるウエハースの味はブログで記事にしていますので、概要欄に URL を添付しておきますね。続きまして、豚ひき肉赤身 80% 100g あたり69円。今回は 1970g で 1359 円のものを購入しました。最近は鶏胸や手羽元が続いていたので、豚肉だったりひき肉が欲しくて購入しました。コストコでは牛合いひき肉の購入歴はあるんですけれども、こちらの豚ひき肉は初購入です。そぼろや鍋に入れる肉団子など作っていきたいと思います。牛合いびき肉の保存方法は以前ルーチン動画にしていますので、概要欄に URL を添付しておきますね。同じように保存していけば大丈夫だと思います。続きまして、島根県産冷凍大和しじみ 1kg 200円オフで988円。割引のためお試し初購入です。砂抜き処理済みで、しかも冷凍ということで手軽に使えそうな気配がムンムンしております。
チヂミの1個サイズは2センチ前後ですね。ネットで相場を検索すると、外国産であれば 1kg600 円以下の商品もありますが、国産だと1500円以上するものが多かった感じです。普段あまりシジミを買わないので、スーパーの相場もまたチェックしながらコスパ検証をしてみたいと思います。続きまして、鶏の西京漬け 100g あたり108円。今回は 1977g で2135円のものを購入しました。浜松倉庫店では1パックが 2kg 前後で2100円前後の商品が多かった印象です。消費期限は加工日含めて最長3日間。しかしこの手の商品は冷凍も可能なので割と消費しやすいのではと思います。1月7日発行のメルマガで新商品掲載のあった商品、ずっと気になっていたので今回お試し初購入です。ちょっと開けてみましょうか。失礼します。こんにちは。うわっと、おーほほほほおほおおおなるほど。開けるとちょっと味噌だったり青ネギの香りがふわーっと広がりますね。はい、店内に書いてあった説明によると、白味噌の中でも基準が厳格に決められた京都ならではの西京味噌を使用しているということです。さらに北海道産の日高昆布の出汁も入っているそうです。すごい和風のこだわりを感じますね。原材料はこちらになります。明確な表記はありませんが、米麹が使われているそうです。発酵調味料というのに総称されているのかな。さらに玉ねぎやしめじ、上に青ネギがかかっています。未加熱商品なので購入後に加熱する必要があります。ラベルには国産の鶏を使用していることは表示してありますが、鶏のどこの部分かまでは明記されていないんですよね。そこで今回スタッフさんに直接お伺いしたところ、なんと鶏の肩肉を使用しているそうです。鶏の肩肉というのは私的に見たことがなかったので、ちょっとネットで調べてみました。鶏の肩肉は1羽で取れる量も少ないため、一般スーパーではあまり出回らない部位とのことです。味はもも肉と胸肉の中間的な味のようで、もも肉よりもヘルシーだけど胸肉よりもパサつきのない、両者のいいとこ取りな部位とのことです。これだけ価値のある部位であれば、あえて目立つように表示した方が良いんじゃないかなという気もするのですが、そこがまたコストコらしいという感じもします。ただ大々的に部位を表記していなければ、どの部分でも使用が可能なので、ひょっとしたら店舗やタイミングで違う部分を使用している可能性もあるかもしれません。気になるので早速焼いて食べてみたいと思います。とその前にお肉の数をカウントしてみますね。はい、こちらが焼き上がったものになります。いい香りです。焼くときなんですけれども、やっぱ味がついているのでちょっと焦げやすいんですよね。なので弱火にして、でも鶏肉なんて結構厚みがあるので、プルコギみたいな感じシャ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 って焼くと中心までお肉に火が通らないので、ちょっとうまく蓋も活用しながら、ちょっと蓋つけつつ、でもあんまり蓋で蒸し焼きにするとなんか焦げ目というよりはなんか蒸し焼きみたくなっちゃうので、途中で蓋を開けたりなんかして、うまく蓋と火加減を調整するといいかなと思いました。そして結構なんか焼いてる途中でなんかパチ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 何かが飛んだんですよ。ごまとかは入ってないんですけど、なんか何かが飛ぶので、その点はちょっと注意してください。では早速いただいてみたいと思います。いただきます。よいしょ。おおすごいジューシーそうな感じ。いただきます。美味しいです。
赤味噌ではなく白味噌なので、ガツンとした味噌感ではなく柔らかな味噌感といいますか、京都らしいはんなりな味噌感です。甘さと味噌感では味噌感の方が強めで、ご飯が進むお味だと思います。そしてこだわりの昆布だし入りなので、和風だしの風味だったり味も効いていて美味しいです。そしてですね、お肉がやはり胸肉のようなヘルシーさもありつつ、でも皮の脂身もあって満足感もあり、まさにもも肉と胸肉のいいとこ取りをした肩肉という良さが出てるんではないでしょうか。米麹の発酵パワーもあって、ひょっとしたらより食べやすい柔らかさになっているのかもしれません。胸肉に近い食感なんですけど、でもやっぱパサつきはないっていう食感ですかね。はい、その米麹を使っていたり発酵調味料を使ってるんですけれども、特になんかちょっとお酒とか発酵臭い感じもないので、お子さんもすごく食べやすい味だと思います。またあと玉ねぎやしめじ、あと青ネギの野菜のアクセントなんかもあって、うん、すごく食べやすくて美味しくいただきました。奇抜なお味ではないので、お子さんから大人の方まで万人受けする、家族みんなで食べやすいお肉だと思います。続きまして、みかんソフトクリーム240円、フードコートの新商品です。12月上旬のメルマガでカフェオレソフトという新商品の新発売告知があったばかりですが、1ヶ月ほどでこちらの新味に切り替わりました。予想外の切り替わりの速さに、はかりもメジャーも持参し忘れ、実際の重さを調査できず、ちょっと心残りです。ただ巻きの回数は今までと同様で10巻きほど、そして高さは約17センチほどありましたので、多分内容量も今までと変わらない250から300グラムぐらいかなと思います。みかんのアイスというと、一般的には氷系のシャーベットタイプが多いように思いますが、こちらはバニラソフトベースの乳製品プラスみかんといったタイプです。通常販売しているコストコのバニラソフトのもったりとした食感や甘さをベースにして、まるでフレッシュな 100% オレンジジュースを混ぜたような酸味のあるお味でした。どちらかというと、今までのフレーバーの中では夏に販売したトロピカルソフトの系統のお味かなと思います。酸味のおかげで後味がさっぱりするので、割と量も食べられちゃいそうです。ただちょっと寒いのでね、やっぱシェア買いしないとこの寒い冬には応えるかもしれません。そしてソフトクリームに乳製品の感じから酸味というのがちょっと斬新な気もするので、その点は正直好みが分かれそうかなという印象です。バニラやチョコなどの甘め味のソフトクリームが好きな方は、ひょっとしたらその酸味にちょっと違和感を感じてしまうかもしれません。ただ柑橘系スイーツがお好きな方には結構ハマる味かなと思うので、柑橘系スイーツがお好きな方はぜひチャレンジしてみていただけたらと思います。そして続きまして、プロフィットロールデザート998円、年度末の12月31日のメルマガに掲載された新商品のスイーツです。すっごく気になっていたので思わず買っちゃいました。原材料はこちらになります。シュークリームにチョコレートや牛乳、ババロアミックスなどが使用されているんですよね。今回加工日の記載はありませんが、購入したものは購入日を含めて賞味期限4日間ありました。結構期限がばらけていたので、店頭でチェックして購入されると良いかもしれません。サイズ感としては、会員証と比較するとこんな感じになります。では、早速開けてみましょう。失礼します。こんにちは。うーわー、なんかちょっと、チョコレートの、香りが。あー、いい香りですね、いいですね。はい、広がりますね、チョコの香りが。はい。商品名のプロフィットロールというのは、フランス語で小さなシュークリームを意味するそうです。
そのため上には一口サイズのシュークリームがもうもりもりっとトッピングされてますね。もりもり。はい。そしてですね、そのシュークリームの上にはキャラメルソースとチョコレートソースがかけてありまして、さらにちょっと細かくというか砕かれたというか、ちょっと薄さのあるホワイトチョコがかかっていますね。はい。そして下の方の層はベルギーチョコのムースが入っています。結構上から見るとインパクトあるんですけれども、なんか側面から見ると意外になんかムース部分が少ないという、少ないって言っちゃあれなんですけど、なんか半分入ってるかなぐらいなので、コスパもどうなのかがちょっと気になるところではありますね。ちなみにですね、こちらの重さなんですけれども、容器分を引いて実質 964g ありました。カロリーは 100g あたり 320kcal なので、こちら1つ丸ごと全部食べたとしたら、総カロリー3085kcal になります。年末年始に蓄積した脂肪に軽やかに追い打ちをかけるスイーツですね。その辺は気にせずに行ってみましょう。では早速取り分けてみたいと思います。下がムース状になっているとのことで、包丁で切って分けるというよりはスプーンなどで取り分けて盛ると良さそうかなと思います。はい、ではこちらが取り分けた量になります。このお皿で実質の重さは 94g 分ありました。シュークリームが4個乗って、結構クリームがこういう感じでもりっと盛り付けて 94g あります。そしてカロリーを計算してみたところ、この一皿でだいたい 301kcal ありますね。はい、会員証と比較するとこういう感じの量ですね。これぐらいの量で 301kcal になります。はい、では早速食べてみたいと思います。いただきます。こちらですね、まずはチョコムースですか。はい、下層の部分はふわっとしたような食感でですね、ババロアとかそういう感じじゃないです。ムースというかチョコレートの味がする生クリームみたいな感じでしょうかね。生クリーム、ちょっと冷蔵庫から出したての硬さにしたというか、はい、ほぼクリームというような印象です。甘さはありますが、カカオ感が効いていてほろ苦さもあります。そしてシュークリームは割としっかりとした皮の食感にほんのりミルキーなクリームが入っています。上にかかったキャラメルソースは香ばしいほろ苦さがあり、そしてホワイトチョコはミルキーな甘さです。上にかかったチョコはチョコソースではなくもう固まっていて、パリパリっとした食感が面白いかなと思います。ここでそれぞれに食べるといろんな特徴があるんですが、全体でパクッと食べると割といろいろな味が混ざってゴワッという感じできますね。そしてシュークリームと下のムースの割合を均等に食べていこうかなって思うと、乾燥のムースを多く食べないとうまく減ってかないんですよね。そうすると結構ムースを多めに食べてく感じになるので、一定ラインを超えるとズドンと結構胃にくる感じがあります。いろんな特徴があるんですけれども、コストコらしいスイーツかなという印象です。はい、なので1回に食べる量をうまく調整しながら少しずつ食べるといいかなと思います。全体的にまとめてみると、シュークリームの皮が割としっかりとした食感で、この点もちょっと好みが分かれそうかなと思います。以前コストコで販売されたシュークリームの皮と同じような印象なので、コストコのシュークリームが好きな方、そしてクリームをたっぷりのスイーツが食べたいという方向けかのスイーツかなと思います。逆にコストコのシュークリームがちょっと苦手だよという方や、スイーツでもそんなにクリームたっぷりはいらないかなっていう人にはちょっと不向きなスイーツだと思います。冷凍するとどうなるかにも挑戦しようと思うので、結果の方はブログかインスタでご報告できたらと思います。概要欄に URL を貼っておきますね。そして最後に無料でいただいたコストコ開放誌、こちらアレンジレシピや最新の商品などが掲載されています。今後どんな商品が出るかも掲載されていたりして、見ると結構面白いですよ。
コストコホームページの方で電子版から無料で見ることもできます。以上、15点でお会計11,172円でした。在庫切れの玉ねぎを無事補充し、ちょっと一安心。そして新商品にも何点か出会えて無事購入できたので、ホックホクのお買い物でした。現状もありますので、コストコでまとめ買いをして、あとはお家で引きこもりたいと思います。皆さんも手洗い、うがいやマスク、健康に気をつけて元気にお過ごしください。以上、新年初、2021年1月8日金曜日のコストコ購入品ご紹介でした。香料や酸化防止剤などは使われていますが、アメリカのオーガニックマークや遺伝子組み換え食品不使用のマークなどがあるんですよね。あれ、遺伝子組み換えの食品じゃないマークは前まであった気がするんだけどな。あ、このマークだけはありますね。はい、最初か、どうしよう、どうしようかな。最近は鶏胸や手羽元が続いてたのですが、いわゆる汁ある。私はコストコが大好きすぎて、コストコのお得情報や裏技などをちょっとマニア的にブログで発信しています。 Twitter や Instagram でもコストコのお得情報を発信しています。 URL を概要欄に載せておきますので、ぜひご覧ください。YouTube のチャンネル登録やグッドボタンを押していただけたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。